おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンの続きやっていきたいと思います。さっき撮ってたのにもうどんな感じだったか忘れちゃいましたね。あ、そう、修学旅行に、なんかオカルト部のみんなは京都行きたいぜ、でも意見通るかわかんねえぜ、僕に任せてください、あーシロ君みたいなところで終わりました。じゃあやりましょう。 BGM ないの寂しいね。それから数週間後、ああやった、着いた京都。あ、もう京都に着いたのね。へえ、ここが今日泊まる旅館か。結構豪華だね。あ、今のはしゃいでたんだね。 はしゃぎすぎだろ。まちちゃんすごく楽しそうだね。だって絶対に京都に行きたかったんだもん。テンション上げ上げっしょ。これも全部シローのおかげだね。いやいや、僕はただみんなに京都を選ぶメリットを伝えただけですよ。まさかクラス一人一人に京都の素晴らしさを言って回るなんて想像しなかったな。そんなことしたの。地道な活動が結果につながりましたね。この街に俺の記憶を紐解く鍵があるはず。あの場所に必ず行くんだ。あの謎の人物のこともあるし、早く記憶を取り戻してドッペルゲンガーとは距離を置いた方が良さそうだ。そうじゃないとオカルト部のみんなにまで危険が及んでしまう。なあ信行、え、お前何か悩んでんじゃねえか。そのせっかくの修学旅行なんだから楽しまなきゃ損だぞ。キスケ、まあ何かあったら相談しろよ。力になれるかは分かんねえけど。あ、ありがとう。うわ、怪しい。ダメ、全部もう疑っちゃう。あ、ねえねえみんな、私いいこと思いついたんだけど。ん？これから楽しい修学旅行が始まるわけじゃん。だからさ、記念にみんなで写真撮らない？え？気が早くないか。まだ旅館に着いただけだろ。いいじゃん別に、写真は何枚撮ったっていいんだから。いいんじゃない、ナイスアイディアじゃん。うんうん、撮ろう。オカルト部初の集合写真ですね。よし、じゃあ撮ろう。セルフタイマーで撮るからみんな並んで。お、撮れた。あ、まだだった。はい、タイマースタートしたよ。ここでいい？もっと信行くん、こっちに寄って。あ、うん。ちょっとキスケくん押さないでくださいよ。暑苦しいな。だってこうでもしないとみんな入らないだろ。ほらもう時間がないよ。あ、おい押すなよ。お、どうでした？あキスケの手で信行の顔が隠れてるじゃん。あ、でもいい写真だね、顔が隠れてさえいなければ。ずいぶんなんか顔黒ずんでるね。え、前髪長すぎじゃない？え、お、ほんとだ、わりい。あらら、撮り直しましょうか。そうだね。コツコツコツ。あなたたち何をしているの？もう点呼始まってるわよ。え？嘘！やば、急がないと。写真はどうするんだ？俺はいいよ、また今度撮ろう。そうですか。まあこれもいい思い出の写真になったってことで。それをキスケが言うな。ほらみんな早く行こう、先生に怒られるよ。うん、だったあった。そしてその後なんとか点呼に間に合い、俺たちの京都旅行は始まった。いろんな場所を巡って、かあ、もうしんのすけくん馴染みすぎ。何その手袋、かわいい。いろんなものを感じて。待て、今飛ばしちゃったけど、今めちゃめちゃるいくんかわいかったよ。もちろんね、まっちゃんもかわいいんだけど、るいくんめちゃめちゃかわいかった。
その日はとても楽しい時間だった。ああクリア。よしじゃあ次行こう。そして夜。はあ疲れた。今日はいっぱい歩き回ったからね。でも本当に楽しかった。可愛い雑貨とかいっぱいあってお土産も買いすぎちゃった。ルイ君とマチさんは買い物に夢中だったもんね。そういえばシロウ君たち部屋に戻ってこないね。何してるんだろう。さあもうすぐ帰ってくるんじゃない。そっか。あーでもよかった。こうしてオカルト部のみんなで同じ部屋に泊まれるなんてラッキーだったよ。でもしょうがないことではあるけど、マチちゃんだけ別の部屋ってのはなんかかわいそうだね。まあ女子と男子は別々の部屋だからね。しょうがないかも。ん？呼んだ？うわ！マチちゃん？どうしてここに？部屋が気まずくて逃げてきた的な。私の部屋静香と早苗と同じ部屋でさ、静香は翼の部屋に行こうとしてそれを早苗が邪魔してるんだよね。足、リアル足にすがりついてる図じゃん。静香ちゃんの顔が、穏やかな顔がもう引きつりまくってるわ。超ギスギスした空気が流れ込んでるんだよね。なるほど。それは大変そうだね。でもそろそろ消灯時間だけど大丈夫？平気平気。ちゃんと後で隙を見て帰るから。ガチャ。ただいまです。あ、おかえり。いやー骨董品屋さんを巡ってたらあっという間に時間が過ぎてしまいました。早くしろって何度も言ったのによ。シロのやつ動かねえんだから。てか、なんで俺まで付き合わされてんだよ。まあまあ、その代わり素晴らしい骨董品が。へえ、どんなの買ったの？それはですね、かなり不気味な水墨画を。って、おや？どうしてマチさんがここに？男子と女子は別々の部屋だったはずじゃ。まあ、いろいろあってね。こっちの方が楽しそうだから遊びに来ちゃった。コツコツコツ。消灯時間だ。早く寝ろ。この声は、先生だ。もう消灯時間？なんか早くない？とにかくマチちゃんが男子部屋にいるのが見つかったらまずいよ。そうだね。どこかに早く隠れないと。おう、クリア。どうなっちゃうの？何？ちょっと、ラッキースケベな展開起こる？数分後。てんてんてん。もう先生は行ってしまいましたね。ああよかった。なんとかバレずに済んだね。うん。でもこれからどうする？消灯時間になっちゃったし、マチちゃんも部屋に戻らないと。さすがに男部屋に女がいることがバレたらまずいだろ。確かにな。ここからが修学旅行本番じゃん。それにこうして一緒に旅行なんて初めてだし、こんなに早い時間に寝ちゃうなんてもったいなさすぎでしょ。その意見には僕も賛成ですね。それに先生も一度見回りに来たし、もう来ないって。確かにそう言われるとそうだな。よし、じゃあこれからオカルト部の夜の密会スタート。なんかワクワクしてきたかも。そして俺たちはそれから何時間もお互いについて話した。でさでさ、こんなことがあって。へえ。あ、信行が笑った。え？なんか変だった？いや、そうじゃなくて、信行って最近よく笑うよね。確かに。そういや信行ってさ、ずいぶん印象変わったよな。そう？ああ。出会った頃は、もっと静かなやつかと思ったけど、だんだん人間味が出てきたというか。なんだよ、それ。キスケ君の言うことはなんだかわかる気がします。信行君、前より少し明るくなりました。そ、
そうなのかな。それって多分みんなと友達になれたからだと思う。俺記憶はまだあまり思い出せてないんだけど、こんな風に心を許せる友達ができたのって多分生まれて初めてだと思うんだ。信之くん、なかなか照れることを言いますね。お前よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるな。そっかな。でも私も信之くんと同じ気持ちだよ。今日一日こうしてみんなと過ごしてみて、やっぱりオカルト部のみんなといるのが一番楽しい。そうですね、僕もそう思います。まあ私もそこは否定しない。まあそうだな。さてさて皆さん、夜も更けてきたことですし、僕のとびきり怖い話を聞かせてあげましょう。ホラーはちょっと。それから俺たちは時間を忘れて話し込んだ。あ、ねえねえ、そういえばさ、この中で兄弟がいる人って誰？私は妹と姉が一人ずついるんだけど。僕は妹が一人います。そうなんだ。意外だな、なんか。シロウくんの妹、なんだか意外だね。やっぱそうだよね。おや、そうですか？確かに妹と接してる姿が想像できないな。妹とは結構良好な関係ですよ。ますます意外だ。ルイ君は兄弟はいらっしゃるんですか？私はお姉ちゃんが一人いるよ。そうなんだ。私が使ってるコスメとかほとんどお姉ちゃんのお下がりなんだ。やっぱりコスメ使ってんだ。やっぱもう、もう可愛い、もう、可愛くなろうと頑張ってる女の子っていうか、まあ男の子なんだけど、女の子って本当に可愛いと思う。優しい姉ちゃんなんだな。じゃあ信之は？あ、そっか、記憶がまだ。なんかごめんな。別に気にしないでよ。そっか、いつか思い出せるといいね。しんのすけくんは兄弟いるの？俺は兄弟はいねえ。なんかしんのすけって弟とかいそうなイメージだった。なんだよイメージって。僕もマチさんと同じことを思ってました。まさか一人っ子とは意外ですね。じゃあキスケは？どうした、キスケくん、どうした？キスケくん、すまん、ぼーっとしてた。何の話だったっけ？兄弟の話だよ。キスケは兄弟いるのか？俺は弟がいたよ。いたよか。弟がいた？どうして過去形なの？それはなんだよキスケ、はっきり言えよ。今はもういないんだ。それってどういう。ごめん、私なんか地雷踏んじゃったっぽいね。いいんだ別に。悪い、俺ちょっと外の空気吸ってくるわ。キスケくん。おお、言っちゃいましたね。私まずいこと聞いちゃったかな。どうでしょう。しかしキスケくんの態度を見るにもうこの話題はしない方がいいですね。そうだね。確かにキスケがあんな真剣な顔をするなんて、一体キスケの弟に何があったんだろう。そろそろ私も帰ろうかな。さすがにもう寝ないと明日がやばいし。そうだね。じゃあみんな、また明日ね。おやすみ。
気まずいね、なんかちょっと気まずい感じだよ。大丈夫？私たちも寝よっか。キスケくんも心配だけど、今はそっとしておいてあげよう。そうですね、明日謝りましょう。そして俺たちはそれぞれ眠りについた。クリア。そうか、ちょっと弟くんに何かきっとあったんだろうな。ちょっと進みますか。もうちょっと進めそうだね。翌日、目が覚めた俺たちはキスケに謝った。しかしキスケは嫌な顔一つ見せず、何事もなかったようにいつもの調子で許してくれた。それから俺たちはまた修学旅行の旅を満喫した。そして修学旅行最終日がやってきた。今日が最後の自由行動か。オカルト部はみんなそれぞれ別行動をすることになっていた。俺が京都に来た本当の目的は忘れちゃいない。それはあの夢で見た場所を訪れること。それはあの夢で見た場所を訪れること。もしあの場所が俺の記憶に関係しているなら、きっと何か思い出せるかもしれない。俺はそんな期待を胸にあの場所を目指した。しばらくして、ここだ。確かに夢で見た景色と同じ。俺はあの夢の中でここに来たんだ。信之くん。うわあ、シロ、どうしてここに？いやあ、実はですね、キスケくんと一緒に行動していたんですが、はぐれてしまって。そしたらちょうど信之くんを見つけたんですよ。そうだったんだ。そういえば信之くんは用事があると言っていましたが、ここに来るのが目的だったんですか？うん。一体どうしてこんな場所に？それは、俺は夢の話をシロウに教えた。なるほど、夢で見た場所に来れば何か記憶が戻るかもしれないと。うん、それは確かにいいアイディアかもしれません。それで実際どうでしょう？何か思い出せましたか？全然。そうですか。ここに来れば何か思い出せると思ったんだけど、やっぱりダメだったか。いいえ、まだ諦めるのは早いですよ。え？もしかすると記憶に影響を及ぼすためには夢と同じ状況に必要、夢と同じ状況に必要があるのかもしれません。なんだ？夢と同じ状況になる必要があるのかもしれません。かな？同じ状況？はい。信之くんが見た夢と今この状況は少し違っているんじゃないですか？そういえば、あの夢では、綺麗な鈴の音が聞こえて、お、そうだ。この鈴の音だよ。この音は向こうの神社の方から聞こえてきますよ。あの神社は、信之くん、大丈夫ですか？大丈夫。ちょっとめまいがして。そして俺はそのままその場に倒れ込んだ。お、結構連チャンで思い出すね。ここはまたあの夢だ。たはあ、あれはあの時の。おい、遅えぞ。何やってたんだよ。ごめんみんな。よし、これで全員集まったな。この神社を覗いてみようぜ。ザッザッザ、パチパチパチ。おお、なんだあれ、すげえ燃えてる。あそこに願いを書いた紙を入れると叶うらしいぞ。へえ、あんな大きな火初めて見た。俺も修学旅行が京都って聞いた時はつまんねえかなって思ったけど、結構面白いじゃん。そうだな、願いが叶うとかマジやべえ。なあ、俺らもあれやってみない？え？いいねいいね。
修学旅行が終わったらいつもの秘密基地で真似してみようぜ。そういうことだったのか。それで火事になるのか。まさきくんってもしかしてキスケくんの弟？え、でも同い年、双子か？双子の弟か。秘密基地って、ああ、お前はまだ知らなかったか。学校の裏山の洞窟が俺たちの秘密基地なんだよ。あそこなら昼間でも暗いし雰囲気出ると思うぜ。まさきさすが、ナイスアイディア。ちょっと待って、どうしたんだよ。あ、危ないんじゃないかな。大丈夫だって。何ビビってんだよ。それに願い事が叶うなら最高じゃん。うん、俺成績上がるようにって書こう。俺は彼女欲しいわ。じゃあ決まりだな。ダメだ、早く止めなくちゃ。早く止めないと大変なことに。そうだ、俺は中学の修学旅行でもここに来たことがあったんだ。どこにでもある普通の中学生の記憶だけど、でもなんだろう、この激しい後悔と焦りは。俺はみんなを。信之君、大丈夫ですか？どうして泣いてるんですか？俺の目からは涙が溢れていた。俺、思い出したんだ。俺は昔、友達とここに来たことがあったんだ。クリア。おー、どうしよう、次のパート進みたいけども、時間がいい感じですね。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか、いろいろ繋がってきたね。最初のなんかよくわかんないさ、火事のパチパチっていうシーンから、ちょっと繋がってきたとこあるね。鳥肌立ったね。じゃ、また次回お会いしましょう。おつぴよです。